FNS アナウンス対象とは、フジテレビをはじめとする FNS 加盟各局のアナウンサーから優秀なアナウンサーを表彰する制度である。FNS 加盟各局のアナウンサーの資質を向上させる目的で、1985年から毎年審査と表彰式を実施している。審査部門は、新人、番組、スポーツ。 ナレーションで、加盟各局のアナウンサーが、前年度の担当番組から一つをノミネート。局内選考、ブロック審査を経て、全国規模の最終審査会によって、部門別に、アナウンス賞、関東賞、奨励賞、ブロック賞などを選んだ後に、すべての部門からアナウンス対象を1名選出する。新人部門は、 前年度の時点で加盟各局への入社3年目までのアナウンサーが対象で、かつては CM 部門も設けられていた。例年は2月に最終審査会3から4月頃に東京で表彰式を実施。近年はその模様が富士テレビ公式サイト内のアナルームニュースで伝えられている。ただし、 新型コロナウイルスへの感染が拡大している2020年の第36回以降はオンライン方式での表彰に切り替えられている。所属は全て当時のもの。ありがとうございます。